杉浦政権、杉浦政権、杉浦政権、1934年7月26日体は、日本の政治家、弁護士、自由民主党所属の元衆議院、議員、6期、第77代法務大臣、愛知政治大学院名誉学長。愛知県矢萩町大和東本郷、現、岡崎市東本郷町に生まれる。 教員だった父の宝飾地の名古屋市に移り、愛知県第一支配学校付属国民学校に入学。戦争末期に故郷に疎開、矢作町立矢作南小学校に4年生から編入した。岡崎市立矢作中学校を経て、愛知県立岡崎高等学校に入学。高校では仲間と共に哲学研究会を立ち上げた。で、高市の 哲学以前に感銘を受ける。1953年、東京大学に入学。駒場寮では委員長を務め、寮の歴史研究会に入った。僕らが入った頃は、日教系。資本論だとか、毛沢東の本とか、霊人全集とかにずっと傾斜していきまたと後に語っている。経済学部では、山田森太郎のゼミ生となった。1955年。 本郷に進むと、社会教育課のホズミ51が主催していた、新生学寮に入寮。アジア各国からの留学生の世話を始める。1956年、ハンガリー動乱が勃発。旧ソ連軍の戦車が市民を抑える姿を見て、社会主義思想から心が離れる。1957年3月、ホズミの指導のもと東大アジア学生友好会を結成。 同年に大学を卒業し、川崎製鉄に入社するも、穂積に呼び戻され1年で退職。1959年8月の海外技術者、研修協会、AOTS の設立、1960年6月のアジア文化会館の設立などに参画した。川崎製鉄に同期入社し、独身寮で1年企居を共にした同僚の妹と1963年に、 結婚。結婚相手の父親は、ゾルゲ事件において、リヒャルトゾルゲの感染弁護人を務めた、浅沼清次であった。これが縁となり、後継ぎのような形で34歳から、司法試験の勉強を始める。1972年、弁護士登録。1982年、第一東京弁護士会復会長に就任。1985年、 国会議員への転身を考え始め、福田武雄と第一高等学校時代の親友だった、弁理士の谷山照夫が福田に、杉浦を推薦する。しかし、旧愛知四区には福田派の重鎮、中野史郎元国土町長官がいた。岐阜の浅沼巻義次が、第一高等学校、東大で同期として親しかったこともあり、福田とは浅からぬ縁があったが、中野の存在はいかん、ともしがたかった。 そんな中、7月10日に中野が渋谷区の自宅で階段を踏み外して入院。7月16日に容体が悪化し、翌日、酸素吸入器と人工蘇生器が付けられる。同年10月12日、杉浦は衆院選に向けた事務所を開設。10月21日、中野は急性心不全によりこの世を去った。同年11月6日、 1> 第1回後継者選考委員会が開かれるも、後継候補として名前が挙がったのは、地理有選出の県議の鈴木正治、中野の第一秘書の中原義正、滋賀茂隆の孫で全員特許庁長官の賀学、安城志選出の県議の杉浦正之の4名であった。ことに講演会最高顧問の鈴木熊次郎、中日本中高株式会社会長は、杉浦正之を強く推していた。 岡崎市長の中根静夫は近畿財務局総務部長の谷川健三の擁立に動いていたが失敗に終わっている。12月19日の幹部総会において稲垣実夫の選挙参謀である杉浦正幸が候補から脱落。さらに1986年1月岡崎市出身の志賀が候補から脱落。2月2日岡崎は福田派の市議が5人しかいなかったが、 自民党岡崎支部は杉浦政権の推薦を決定。2月6日、副大派幹部会で鈴木正治が中野の後継者に内定する。ところがその8日後に鈴木は内定を返上。この時、福田武雄は鈴木熊次郎ら幹部の面々を東京に招き、杉浦君は必ずものになる。杉浦君を頼むと両手をついて頭を下げたと言われている。 安倍晋太郎の後押しもあり、3月19日、ついに杉浦が後継者に内定した。選挙の軍資金として、杉浦は3億円を用意した。自己資金は預金と援助のほか東京に持っていたマンションを売り払って2億円。残りは家を担保に、銀行から5000万円、弁護士仲間から、ある時払いで5000万円、それぞれ借りた。 1986年6月2日、衆議院解散。長田康太郎以来31年ぶりの、地元保守系第2子の誕生を目指す岡崎市では、かつて稲垣実夫派の県議であった中根静雄市長をはじめ、自民系市議のうち一人を除いた全員が、杉浦の支援に回った。7月6日の総選挙において、旧愛知四区順位3位で、初当選した。 中野の秘書の中原義正は、無所属で出馬したが落選した。1988年の岡崎市長選は、前年の青井博で市政70周年周年記念事業事務局長として、手腕を振るった石原武史建設部長が、中根市長の参戦阻止に立ち上がった。骨肉の争いと評されたこの年の市長選において、保守系市議は、自民クラブのオス中根派と、 市政クラブのオス石原派にはうたつに割れた。保守勢力のまとめ役となるべき杉浦は、中根の指示に回り、稲垣実雄も、中根を支援。これに対し、浦野康雄が石原を支援したため、自民党派閥の代理戦争の様相も示した。岡崎選出の自民党県議も二つに分かれ、柴田光一は中根につき、内田康弘は石原についた。7月31日、 中根は参戦を果たしたものの、石原を支持した、旧中野史郎派の人々が杉浦から離れ、後の現金買収事件を生む縁因となった。同年9月、竹村正義、鳩山幸男らと共に、政策勉強会、ユートピア政治研究会を結成。1990年2月18日に行われた、総選挙で再選。当選直後、 杉浦の票の取りまとめに関する現金買収事件が発覚。杉浦の公設秘書を務めていた実定が、買収資金として、現金1、300万円を後援会事務局長の鈴木康夫に渡し、鈴木がそのうち、101、円を岡崎市議会議員に供与したとされる。同年2月22日から3月18日にかけて、非買収の疑いで、 市議13名が逮捕された。9月までに17名の市議が退職し、11月4日にその補選が行われた。翌1991年にさらに2名退職。市長選のしこりで杉浦から去っていった初当選時のベテラン選対連中が、もしそのまま残っていたら、こんな素人選挙はしなかったろうにと当時の関係者は述べている。 岡崎地区戦隊の実質的な責任者を務めたのは、前市議会議長の川澄徹であった。ガキヨは、前回、杉浦の擁立に尽力した藩が木ヨ派の市議らを、戦隊中枢部から除外するとともに、人頭指揮に立った。そのため市議らの反発は強く、戦隊の激尺し,した関係を修復することを目的として、現金がばらまかれたとも言われている。 上記事件の影響で1993年7月の総選挙は落選。1994年3月4日、政治改革4法が国会で可決され、小選挙区比例代表並立制が導入される。現職の稲垣実夫と前職の杉浦は共に、愛知12区、岡崎市、西尾市、旧郡、軍、ぬかた軍からの立候補を希望していたが、 1995年11月24日、両者は自民党本部で白川勝彦総務局長を交えて会談。杉浦が小選挙区から出馬し、稲垣が比例東海ブロック単独に回ることで合意がなされた。1996年10月の総選挙で返り咲く。2000年6月25日、第42回総選挙が行われ4期目の当選。 同年8月5日、総選挙で公明党、保守党との選挙協力に失敗した責任を取り、自民党愛知県連会長の村田圭次郎が辞任。9月1日、村田の公認として、党県連会長に就任した。総選挙直後の6月28日、岡崎市においては、中根静雄市長が6選出馬の意向を明らかにした。 杉浦は、先の総選挙で、連日、中根の応援を受けており、この時点では、自民党は中根でまとまるものと考えていしかし、青山明雄県議、自民党、岡崎支部長と、柴田光一県議、同党が、5期で辞めると言ったはずと、中根の出馬表明に反発。経済界を巻き込んで、六戦阻止に向けて動き始めた。さらに7月5日、 川澄徹る市議が市長選の推薦依頼を自民党に提出。杉浦は7月23日までに候補者一本化の調整を行うこととなっていたが、7月19日、中根は連合愛知三河中地域協議会と政策協定を結び、推薦を受けたことを発表。青山と柴田は7月21日、岡崎商工会議所会等ら財界関係者と協力して、 候補者擁立のための団体、新世紀の先姿勢を作る会を発足させた。7月26日、同団体は全会一致で柴田の推薦を決め、杉浦も柴田支援を表明した。結局、自民党はいずれの候補者に対しても推薦を出さず、9月10日に行われた市長選で柴田孝一が初当選を果たした。 保守三分裂という異例の事態となったことに対し、もっと早くから収めればこんなことにはならなかったと、杉浦の調整力不足を非難で声も上がった。2001年4月14日、杉浦の発案による、愛知政治大学院が開校、同大学院の学長に就任。2003年11月の総選挙で5期目の当選。しかし、愛知県下の候補者がみ敗北したため、 自民党県連会長を隕石辞任。2005年9月の総選挙で6期目の当選。2005年10月31日に発足した第三次、小泉改造内閣では法務大臣を務めた。自民党では安倍派三塚川森派町村派に属した。森派では小泉純一郎の側近中の側近と言われており、小泉の引退後は中川秀直の側近とされていた。 2009年8月の総選挙で民主党の中根康弘に敗れる。同年11月17日、政界引退を正式に表明。2017年4月29日の春の叙勲で朝日大受賞を受賞。外務副大臣に就任した2001年、パラオ大使館の会計担当職員が公金を不正流用し、1年間の停職処分を受けていたことを 外務省が隠蔽していた問題について、記者会見で職員の将来を思い、武士の情け、人情で了解したと発言し、公表しないよう要請した事務当局の意向を受け入れたことを認めた。さらに、隠蔽という言葉は不適当だ。公表しないことをもって、隠蔽とは言えないと語るとともに、今後、同様の不祥事が発覚した場合も、公表は、 ケースバイケースだと思うと発言し、内閣官房副長官在任中の2004年5月30日、北朝鮮による拉致被害者の曽我瞳と北朝鮮に残る家族との再会が果たせぬままであることに関し、国防委員長、金正日からの北京での再会提案を我が容認したとする趣旨の発言をしたが、曽我からは北京以外で再会したいとの声明が出された。 2011年2月13日、韓国のナヌムの家を訪問し、慰安婦被害女性らを慰労した。また、韓国の金成博元法務部長官と、韓日両国の元法相が、民間レベルで歴史の通説な現場を訪れ、慰安婦被害女性の実情を把握し、痛みを分かち合うため、慰安婦歴史館などにも足を運んだ。あって、被害を確認したかった。 見聞きしたことは日本に帰って知らせたい、若者たちに正しい歴史が伝えられることを望んでいる、とコメントした。弁護士出身で、また、死刑制度に反対している新州親屋派の信徒である。ことから、2005年の法務大臣就任時に、死刑執行のサインをしないと発言した、1時間後に撤回。法務大臣在任中の2006年9月にも、法務省側から提示された。 死刑執行命令書への署名を拒み、小泉純一郎の自由民主党、総裁任期満了に伴う内閣総辞職の同月26日まで死刑は執行されなかった。1993年に後藤田正春が法務大臣として死刑執行を再開して以降死刑執行命令書に署名しないまま退任した法務大臣としては最長在任記録である。 杉浦は死刑執行命令書に署名しなかったことについて死刑反対論者ではないが心情に従ったと述べている。また死刑制度については国際社会で大きな流れでは廃止の方向に向かっている。終身刑の導入をはじめセットにならないといけないと述べている。なお刑事訴訟法第475条は法務大臣は判決確定から6ヶ月以内に 死刑執行命令を発令するよう規定しているが、事実上私文化している。逮捕された被疑者が送検後、検察官の管理下にあっても引き続き警察の留置場に留め置かれている大洋監獄問題で法相として改善を表明した。2006年4月12日の衆議院法務委員会で、正直言って、私も先進国であるとは言えないんじゃないかというふうに思いますと、 法務大臣として答弁した。ライブドアの証券取引法違反再発防止策の作成に現職検察官、検事、法科大学院教授が助言していた問題に対し、2006年2月28日、杉浦は法的には問題ないが、好ましくはない。検事という身分はわきまえてもらわないとと批判した。2006年4月27日、 前ライブドア社長、堀江貴文の保釈を受け、杉浦は保釈直後のあの姿を見たら再起してもらえるんじゃないかという印象を受けた、元気そうだ。本を拘置所で200冊も読んだんでしょ。すごいね。まだ若いし、裁判をきちっとやってほしいと発言した。2006年9月6日の文日と新納妃、キコの出産について、 男子が誕生されるのを期待していますけどね。ご無事であることを祈っていますと前日の記者会見にて述べた。宮内庁長官、はけた慎吾は出産を控えた非殿下の気持ちを考えると、軽々におっしゃるのは、いかがなものかとする遺憾の意を、宮内庁長官秘書官を通じて、杉浦に伝えたことを9月12日の定例記者会見で発表した。 2006年8月28日に発生した山口女子高先生殺害事件で容疑者とされ行方不明だった19歳の男子学生の実名と写真を一部の週刊誌が掲載したことについて9月8日に少年法の関係で事実関係について調査し対応を検討しているいずれ報告があると思うのでその上で対応を決めたいと述べたまた行方不明の男子学生が 自殺隊で発見された後の実名報道には表現の自由ということはあるが少年法の趣旨や少年の家族のことも考えるとプライバシーとの関係で問題がないのかどうかと問われるとないとも言えない感じがする難しい問題なので事実関係をよく調べて対応を決めたいと述べた本人は衆議院法務委員長を務めていた当時厳罰化による 少年犯罪の抑止を盛り込んだ少年法の改正を手がけている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。